今月13日日曜日に甲府市のジットプラザでクラブを裏から支えるサポーティングスタッフと選手たちとの交流会が開かれました。交流会では初めに選手たちがステージに登場し、今シーズンからチームの指揮を執る伊藤監督が挨拶しました。今年のこのスローガンにあるように、熱く、そして皆様方と共に、チームを作っていきたいと思います。そして戦える瞬間を作っていきたいと思います。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。2019年 J1 復帰目指して頑張ろう。ありがとうございました。そして乾杯の後には選手とサポーティングスタッフの交流会が行われ、サポーティングスタッフはお目当ての選手にサインをもらったり写真を撮るなどして交流を楽しんでいました。またステージでは新加入選手が緊張した面持ちで一人ずつ挨拶しました。個人としては甲府で佐藤って言ったら完璧じゃなくて高一ってなるように頑張ります。よろしくお願いします。サポーティングスタッフは試合運営やイベントのお手伝いなど日頃からボランティアとしてヴァンフォーレ甲府を支えています。そんなサポーティングスタッフに藤原社長から感謝状が贈られました。ヴァンフォーレになる前から甲府クラブの時からやってるんですよね。今はもうなんかヴァンフォーレの試合に行かないと落ち着かない感じですね。できればスタートダッシュでJ1 に復帰できればなっていうふうには思ってます。8年目ぐらいですか。自分6年くらいです。いろいろな人とも知り合いになれるし、やりがいはあります。毎試合すごいやりがい感じてます。去年 J1 復帰できなかったので今年こそは J1 復帰してもらいたいです。 J2 で優勝してもらうために頑張ってほしいです。会場の一角ではヴァンフォーレの J1 復帰を祈願して餅つきが始まりました。伊藤監督や選手も参加し会場は大盛り上がり。今津選手も渾身のドヤ顔、いい表情しています。この後ヴァンフォーレグッズが当たるお楽しみ抽選会が開かれ、選手たちが当選者を発表していきました。また何でいいです、本気させられていることを知らせしました。やってよ、あ、しまいます。大丈夫ですね。そして一等にはなんと選手、スタッフ全員との集合写真を独り占めできる特典が与えられます。当選者には伊藤監督からラブコールが届きます。当選された方、おめでとうございます。イベントの最後には山本英臣選手が選手たちを代表して決意を述べました。昨シーズン皆さんの思いに応えることができなくて本当に申し訳なく思います。ただいつも皆さんが支えてくれてる、僕らに力をくれてるということを心の中にしっかり持って熱い気持ちを持って今シーズン戦いたいと思います。一緒に戦ってください。よろしくお願いします。そしてお約束の選手、スタッフ全員との集合写真撮影。そこに割り込む今津選手もなんともチャーミング。ヴァンフォーレのホームゲームでは毎回多くのサポーティングスタッフが活躍しています。2019シーズンも皆さんと共にヴァンフォーレを盛り上げていきましょう。さてここからは
今月12日に南アルプス市の八鷹千敷グラウンドで行われたサッカー教室ポジション別講座の様子をお送りします。この教室はヴァンフォーレ甲府のコーチ陣からポジションに特化した様々な技術を習得してもらおうと、一般社団法人ヴァンフォーレスポーツクラブが小中学生を対象に毎月行っているものです。このうち小学生の部には県内各地からサッカースポーツ少年団やサッカーのクラブチームに所属している子どもたちおよそ50人が参加。ヴァンフォーレ甲府の石原克也アンバサダーをはじめとするアカデミーコーチやスクールコーチの指導のもと、ストライカー、ディフェンダー、ゴールキーパーに分かれてそれぞれトレーニングを行いました。ナイスタッチ。ストライカーとディフェンダーと、ゴールキーパーに分かれて、各ポジションに特化したトレーニングというのを提供するのが目的です。まあ、ヴァンフォーレのプロのコーチたち、みんなプロのコーチたちなので、もちろんプロサッカー選手だったコーチもいますので、プロで経験したことを、子どもたちに伝えてあげることで、スポーツ少年だったり、地域ではできないことをヴァンフォーレから伝えてあげるのがいいかなと。ストライカー講座では裏への抜け出しや相手をかわして正確にシュートを放つ練習などを行いました。またディフェンダー講座では試合を行いながら相手チームに対するマークやポジショニングを確認しました。ゴールキーパー講座では1対1の場面におけるタイミングを確認したり、シュートを止めるセービングの練習を行いました。参加した子どもたちはコーチ陣の丁寧なアドバイスを聞きながら、普段の練習にプラスしたレベルの高いトレーニングに励んでいました。シュート入ったり、あとは外しちゃったところとかが面白かったり楽しかったりしてました。じゃあ今日のポジションは？ボールキーパーです。まあボールへの寄せとかタイミングとか真似りました。チームに戻って、まあ、少しでも失点が防げるようにしたいです。キーパーの位置をよく見てシュートをしたり、裏への抜き出しを勉強しました。中盤でいつもディフェンスが軽くなってしまうので、これを生かしてもっと強くいきたいです。ボールを、まあ、簡単に取れるようにして、まあ、次につなげていきたいです。フォワードで点を決めてチームを勝利に導きたいです。まあ、ポジションによってストライカーだったらやっぱゴール決めて、喜んでくれたりとか、守備で狙いを持って狙い通りにボールを奪えたりとか、ゴールキーパーも無失点でゲームを終えることができたら、僕らも、やっていることが嬉しく感じます。毎月1回は、ポジション別講座やっているので、ぜひ、サッカーが苦手な子も、もっとレベルアップしたい子も、誰でも歓迎ですので、ぜひ来ていただけたらと思います。次回のポジション別講座の日程や詳しい内容はヴァンフォーレ甲府のホームページで随時更新されますので、興味のある子どもたちは参加してみてはいかがでしょうか。